にありがとうございます。サーシーブーです。シーズン4のアップデ内容が公開されましたので、今回はまとめてご紹介していきたいと思います。まずは対戦に関する変更。先に皆さん気になる強化された武器を見ていきましょう。メインウェポンは3種類です。カーボンローラーはコロコロで最高速度になるのが60分の10秒速くなりました。正直カーボンのコロコロはそんなに使わないと思いますが、思わぬところで強化の恩恵を受けるかもしれませんね。北斎は振りのインク消費量が 6% 軽減され、塗り進む時のインク消費量が 7% 軽減されました。これはシンプルに嬉しい強化です。アールペン 5H はインク消費量が 13% 軽減され、チャージ中の移動速度が 13% 速くなりました。現時点でも移動速度はかなり速く、一移動速度アップを積んで素早いサイドステップで打ち抜くのが強かったですが、その動きがさらに強化されましたね。ただチャージキープができない以上、リッターより強くなることはないと思います。スペシャルも3種類強化です。グレートバリアはバリアのサイズが大きくなり、一部のスペシャルからの被ダメージが軽減されました。具体的な数値は分かりませんが、今までよりグレートなバリアになっていそうです。エナジースタンドは効果時間が2秒伸び、ギアパワー、スペシャル性のアップが少ない数でも効果が乗りやすくなりました。エナジースタンドは潜伏しても位置がバレてしまうっていうのが最大のデメリットだと思いますので、そこをどうにかしてほしいです。そして待望のデコイチラシは、デコイが落下した時の塗り半径が 40% 大きくなり、爆発の最小ダメージが25から35に増え、さらに手前の位置も狙えるようになりました。デコイが爆発した時の塗りではなく、落下した時の塗りが大きくなったので、発動しただけでかなりの範囲を塗れると思います。使ってみないと使用感は分かりませんが、ガチエリアを確保したり、相手の足場を奪ったり、瞬間的な塗りが強みになった印象ですね。爆発のダメージも増えていますし、アップデ後のデコイチラシが楽しみです。続いて弱体化された武器を見ていきましょう。メインウェポンは5種類です。シャープマーカーは前方向の塗りの伸びが 10% 短くなりました。地味ですが、結果的にスペシャル回転率も下がりますし、結構大きい変更だと思います。スクリュースロシャーは連続で触れる間隔が60分の5秒長くなりました。何回も弱体化されている洗濯機ですが、ついに対面力が落ちた印象ですね。ジムワイパーは横切りのインクの横幅が 14% 狭くなり、さらにインク消費量が 30% 増えました。これはがっつり弱くなりましたね。 30% はデカすぎます。直ワンダー中の攻撃にも影響するはずですので、スペシャルも弱くなっています。横切りも当てにくくなり、かなりクロート向けの武器になった印象です。そして恒例のスペシャル必要ポイントですが、シャープマーカーネオ、ラピッドブラスターデコ、クーゲルシュライバーが10ポイントずつ増えました。スペシャルはウルトラハンコのみ弱くなり、効果時間が 1.5 秒短くなりました。前回のアップデートでハンコの当たり判定が強くなりましたが、これにより元の効果時間の長さが浮き彫りになったのでしょう。スペシャル性能アップの効果は乗りやすくなったので、ギアパワーで微調整しましょう。対戦に関する変更の細かいところを見ていきます。1つ目、新曲が3曲追加されます。嬉しい、すごい、ありがとう。2つ目、新武器が11種追加されます。スペースシューターコラボ、トラップ、ジェットパック、 H3 リルガン D、 スプラッシュシールド、グレートバリア、ラピッドブラスターエリートデコ、ラインマーカー、メガホンレーザー 5.1 ちゃん、そして地上打ちは爆風小さめ長射程、空中打ちは爆風広めの短射程の二刀流、 S ブラスト92、スプリンクラー、サメライド、ワイドローラーコラボ、ラインマーカー、アメフラシ、待ちに待った重量級の筆、フィンセント、カーリングボム、ホップソナー、バレルスピナーデコ、ポイントセンサー、帝王イカ、デュアルスイーパーカスタム、ジャンプビーコン、デコイチラシ、クワッドホッパーホワイト、スプリンクラー、ショックワンダー、キャンピングシェルターソレーラ、トラップ、ウルトラショット、ドライブワイパーデコ、ジャンプビーコン、マルチミサイル、以上が新武器です。どの武器が一番強そうか、ぜひコメントで教えてください。3つ目、勝利時に特定の条件を満たすと、活躍したプレイヤー2人がグーでハイタッチできるようになりました。特定の条件が全く分かりませんので、もし判明したらコメントで教えてください。4つ目、色覚サポートが2パターンに増えました。5つ目、武器ポーズハイカラシティのスピナーのモーションがいい感じになりました。以上。続いてサーモンランに関する変更。1つ目、9種類の武器が強化。強化内容は主にインク効率の向上とダメージアップの2つに分けられるんですが、インク効率が良くなった武器は3種類、ダイナモローラー、北斎、アールペン 5H。 中でもダイナモローラーはだいぶ良くなっています。振った時のインク消費量は 25%、 コロコロは 33% 軽減され、快適に射器をしばけると思います。そしてダメージが上がった武器は7種類、ワイドローラー、
アルペン 5H、 バケットスロッシャー、キャンピングシェルター、スパイガジェット、トライストリンガー、ラクト450。注目の武器はやはりワイドローラーですね。コロコロのダメージが100に上昇し、一発で普通の車検も倒せるようになりました。これができるかできないかで快適さが全然違います。またアルペン 5H はダメージが180から240に上がり、フルチャージの5連撃で敵機を倒せます。貫通弾は撃てないものの、対単体ではリッターと同レベルの効果力武器となりました。他にもキャンピングシェルターの最大ダメージが245から360に上がり、安定して爆弾ワンパンできたり、不遇で有名だったバケットスロッシャーとスパイガジェットもそれぞれダメージが上がって使い勝手が良くなったり、だいぶ改造されました。ぜひ実際に使ってみて強さを実感してほしいです。2つ目、ビッグランで手に入る鱗が2倍。6月10日土曜日からのビッグランは鱗の数が2倍になります。鱗が欲しい方はビッグランで稼ぎましょう。3つ目、バイトチームコンテストのソロ参加に対応。人数に関わらず遊びやすくなったほか、この変更に伴い通常のバイトのように4人マッチングしてから始まるようになりました。サーモンランの変更は以上です。ここからはその他の変更点をババッと見ていきます。まずは陣取り対戦縄バトラーに関する変更。ランクの上限が50から999に増えました。いきなりそんなに増えると思ってなかったのでびっくりです。おそらくバッジも追加されますので楽しみですね。続いてロビーに関する変更。部屋建て機能が使えるようになりました。部屋建てって何？初めて聞いたんだけど。という方が大半だと思いますが、スマホアプリイカリング3であらかじめプライベートマッチの部屋を建てれる機能です。部屋を建てると招待用の URL を作成でき、それを使ってフレンドを誘えるようです。事前にプラベの部屋を建てれるのは便利ですし、フレンドでない方にも URL を送るだけで遊べるっていうのはいいですね。お次はバンカラマッチに関する変更。バンカラマッチオープンにてチームを組んで参加するとバンカラパワーが計測されるようになりました。このバンカラパワーはスケジュール更新のたびに集計され、ロビー端末で上位何パーに入れたか確認できます。また2人で参加した時のマッチング効率が改善されたり、カスタマイズして続けるができるようになったり、快適さが向上しました。最後にイベントマッチに関する変更。期間限定の対戦モードイベントマッチが追加されました。特別なルールでのバトルやオンライン大会が楽しめるモードで、バンカラパワーと同じようなイベントパワーが計測されます。イベントマッチが終わった際に上位何パーに入れたかロビー端末にて確認できるほか、開催時間によっては公式ツイッターにて表彰もされます。これも楽しみですよね。第1回イベントマッチは6月3日土曜日から開催されますので、こちらもぜひ遊んでみてください。参加して5勝するとくじ引きコインがもらえます。ここでサシブーからお知らせです。なんと2週間の期間限定でサシブーのグッズが発売されます。今回はビリッジヴァンガードさんとのコラボ商品ということで、オンラインのみで受注販売されます。どんなグッズがあるの？と皆さん気になると思いますが、まず僕が一番推している商品を見ていただきたいです。はい、こちらオリジナルデザインのジョイコンカバーです。結構可愛く仕上がってると思うんですが、いかがでしょうか。左右にブタちゃんのシルエットを散りばめています。取り付けも簡単ですし、裏面が出っ張っていてグリップ感が増してるのもいいです。一つだけ欠点を言いますと、ジョイコンを取り外す時の裏面のボタンがカバーの厚みで押しにくいです。そんなに頻繁にジョイコンを取り外すことはないと思いますが、この点だけご注意ください。価格は2200円です。ちなみに全てのグッズにおいて価格は可能な限り下げてもらいました。グッズ一つ作るのに多くの人が関わりますし、下げると言っても限界がありましたが、できるだけ皆さんがお求めやすいよう担当の方に掛け合ったので、そこはご理解いただけると嬉しいです。2つ目はこちら、 T シャツ、ロン T、パーカーです。ホワイトとブラックの2色があり、中央にブタちゃんのシルエットを配置しています。シンプルなデザインで使いやすいと思いますので、これはぜひ着てほしいです。サイズは M、L、XL から選べますが、同じサイズでもパーカーだけ小さめに作られていますので、注文するときにサイズはご注意ください。例えば僕は普段 M サイズを着ていますが、パーカーだけは L サイズでぴったりって感じです。価格は T シャツが3600円、ロン T が4700円、パーカーが6500円です。お届け予定が7月中旬頃なので、かなり暑くなってると思います。すぐに着たいという方は T シャツが安くておすすめです。3つ目はこちら、キャンバスデイリーポーチです。底を広げるとちゃんと立ってくれるタイプのポーチです。結構大きいので女性の方でしたら化粧品とか比較的何でも入ると思います。価格は2800円です。どんどん行きましょう。4つ目はスマホリング。
デザインは僕のアイコンと友達のデザイナーに面白いイラストを2種類描いてもらって合計3種類展開しています。この分かるけどちょっと意味わかんない感がスプラトゥーンと雰囲気が似ていて個人的には好きです。個性が出て面白いと思いますので気に入った方はぜひ使ってみてください。価格は各900円です。5つ目はアクリルキーホルダー。こちらもイラスト2種類描いていただきまして、特におでんの散歩が可愛くて好きです。こちらも気に入った方はぜひバッグとかにつけてください。価格は各900円です。ここからババッとまとめます。6つ目はステッカー。割と大きめのサイズです。3種類ご用意しまして価格は各400円。7つ目は前髪クリップ。梅干しのシワ伸ばしが初登場です。こちらも3種類の展開、価格は各1000円です。8つ目はマグカップ。豚ちゃん2匹と背景にもシルエットで模様をつけています。価格は1700円です。最後9つ目は貯金箱。豚といえば貯金箱でしょう、ということで貯金箱を作ってもらいました。価格は2000円です。個人的にはその2000円を貯金してほしいです。はい、こんな感じで今回2週間限定でグッズが発売されます。期間は5月22日月曜日から6月4日日曜日までとなりますので、欲しい方はぜひ早めにご注文ください。また再販の予定はありませんので本当に限定ものです。買おうかな、どうしようかなと迷っている方は買っていただけると僕の活動のモチベーションにつながりますし、写真部を応援するという意味でぜひポチってほしいです。よろしくお願いいたします。もしグッズはいらないけどサシブを応援したいという方がいましたら、 Amazon の欲しいものリストから炭酸水とかジンジャーエール待ってます。編集中にいつも飲んでます。送ったよと Twitter でご連絡いただければ必ず返信しますのでぜひ DM ください。また今回グッズのデザインを書いていただいた友達のデザイナーですが、 Twitter のアカウントを用意してくれたので、気になる方はぜひフォローしてください。個性だいぶ強いのでフォロワー増えたら面白いイラストをいっぱいツイートしてくれると思います。というわけでいかがでしたでしょうか。他にも不具合の修正が多数あり、今回もモリモリアップデートだったんですが、個人的に嬉しかったのはタコガールのポニーテール復活です。どうやら不具合だったようで、スプラ2の時の髪型に戻るようです。これは良かった。明日からシーズン4開幕ということで新環境です。新武器はどれだけ強いのか、筋子ジャンクション跡はどのぐらい難しいのか、気になることだらけですが目いっぱい楽しんでいきましょう。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。だなもう。それではまた、アーディオス。チャンネル登録よろしくね。最後まで。